立憲民主党枝野のきをウイルスはゼロにできない。本日立憲民主党枝野さんが公開された動画の中でゼロコロナ戦略について次のような発言をしてしまいました。ウイルスそのものをゼロにすることを実現できるとは思っていない。新たな感染者が出てもすぐに封じ込める体制を作る。これをゼロコロナ戦略と呼んでいる。 感染が拡大すれば自粛や営業停止をお願いする。GoTo キャンペーンで感染が爆発的に増えてしまった。安心して飲食、旅行に行ける状況を作る。感染者が出ても広がらない状況を作るとなっておりまして。この立憲民主党が主張するゼロコロナ戦略というのは 本日の枝野さんの主張によれば、政府の対策と全く同じでございます。そもそも GoTo キャンペーンは感染症対策を企業側もお客様も徹底した上で、観光や飲食などを行うものであり、感染拡大の原因とは なっておりませんこの立憲民主党のゼロコロナ、もうほとんど、もう何と言えばいいんでしょうか、完全に現在政府が実行している対策のパクリとなってしまっており、本日の田野さんの説明では、 何が違うのかさっぱり分かりませんので、枝野さん、まあ、このコロナ禍が始まって1年以上経っておりますが、どうもですね、枝野さんを含め立憲民主党の皆様は、基本的な感染症対策というものを理解できているようには思えません。そういった方々が感染症対策を新たに、 立案できるとは、とても、思えませんので、現状、立憲民主党においては、ゼロコロナではなくて、コロナ戦略がゼロであるという事実を認めていただき、こういった政府の対策を、丸パクリするような、全く 意味のない提案を繰り返し、これ以上時間を浪費しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。